大砲相撲記念館は、北海道川上郡手塚賀町にある博物館である。旧名は、手塚賀町川湯相撲記念館。その名の通り、第48代横綱の大砲後期が、少年時代を過ごした川湯温泉に位置する博物館であり、大砲に関する資料を展示するほか、阿寒摩州国立公園の利用者に供する休憩施設としても位置づけられている。 大宝の優勝額すべてや化粧回し、名勝負などを記録した写真など、約400点が展示されている展示ホールと、取り組みなどを映した記録映画を上映している映写室、及び売店から構成されており、屋外には大宝の銅像も立っている。手鹿賀町が、手鹿賀町河井柚子記念館条例に基づいて、国立公園の利用促進や、 観光振興を目的として設置している施設であり、指定管理者制度の導入により、2009年4月1日から指定管理者に選定された有限会社山田商店が管理、運営を行っている。2013年1月19日に、大捕が死去したことを受け、手塚賀町が創設当時の名称であった、手塚賀町河井湯相撲記念館から、大捕相撲記念館に、 施設名称を変更するべく条例改正案を町議会に提出し、同年3月8日に原案通り議決された。これを受けて、同年3月31日に、大法の遺族など関係者による記念館新名称の看板除幕式などが行われた。館内では地元企業である、長谷製菓が製造する大法せんべいを販売している。この商品は館内のみならず、 長谷製菓の直営店やネット通販でも購入可能である。ありがとうございます。